12歳になります。ワイワイガヤガヤ、ね、楽しくこの10年ねみんなで過ごしてきたんですけれども、そうですね、なんか子育てしながら思うのはね、なんかねどん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 形を変えていくんですね。可愛い時ももちろんあったんですけど、中学高校ってね反抗期になって、でそれを乗り越えて大人の会話ができるようになって、そして今長男とは時々ねあのお酒を会社の帰りに飲んだりしています。歌だけじゃなくていろんな場所でねいろんな風なメッセージを、そうですね、一言で言うと僕はね年を取ったんですけど生きていて楽しい、あのいろんな辛いことはいっぱいあるけれども、なんかそれも含めて前向きに生きていける、そんな生き方があるんじゃないかっていう風に最近50歳になって思います。変わってく君のスピードに